リン酸カリウム KH2PO4 の単結晶単結晶とは結晶のどの位置であっても結晶軸の方向が変わらないものを言う。単結晶の集合体が多結晶である。多結晶中の個々の単結晶を結晶を粒という。ケイ素の単結晶を。これを薄くスライスしシリコンウェハーが作られる。単結晶の技術は 工業的に重要であり、特にシリコンの単結晶は半導体製造に欠かせない。ウェハにはリンなどの不純物をドーピングしており、単結晶ではない。他の例として、ジェットエンジンをはじめとするガスタービンエンジンでの利用がある。タービンブレードには高温でのクリープ強度が求められるが、ここにはニッケル等をベースとした耐熱合金の単結晶中造材料などが、 用いられている。有機分子や生体分子の分子構造、無機化合物の結晶構造を決定する技術に、X 線結晶構造解析がある。その中の単結晶を資料とする手法は、結晶構子内の核原子の位置について、非常に多くの情報を与える。そのため、タンパク質や希少な生体分子について、微量の資料から単結晶を調整して、 構造解析に供する技術が分子生物学や薬学の成果につながるものとして進歩している。単純な有機化合物や無機塩の単結晶は次のようにして作れる。まず、溶質を溶媒に溶かして溶液を調整する。この溶液をゆっくりと冷却するか、徐々に溶媒を蒸発させると結晶が発生、成長する。この際、 冷却や蒸発が早すぎると多結晶や創傷となりやすい。小結晶を種として入れておき、結晶化を促進させることもある。半導体シリコンの単結晶の製造では、すでにそれまでに作った単結晶の小片を種結晶として使用し、ルツボから回転させながら微速度で引き上げる。ガスタービンに使用する単結晶ブレードの製造では、加熱炉の中の異形の内部を、 溶有金属で満たし、鋳型の基部を水冷しておく。鋳型を微速度で下げることで、金属は、下から凝固を始めるが、この際、型下株の一部に、セレクタと呼ばれる、細く絞られた部分があるために、凝固する結晶流解のうちのただ一つだけがこの、セレクタ部を経由して結晶が続いたまま成長する。このため鋳型の本体部分は、 すべて単結晶で構成されることになる。超単パルスレーザーによって結晶核を発生させる方法も開発されている。分子量が大きく、また柔らかいタンパク質は重力のために構造が歪みきれいな単結晶が得にくい。これを解決するために、強磁場中や宇宙ステーションなどの微小重力環境での結晶作成が試みられている。北田正宏。 新定初級金属学内、太郎鶴穂、2006年5月15日、第1二27ページ。ISBN4 から753655512。佐藤幸則著、マイクロガスタービンの本日刊工業新聞社2003年12月28日、初版一冊発行 ISBN45 億2605万2132。半大発ベンチャーの総称。 タンパク質結晶化受託を事業化日経 BP 先端技術事業化サイト新薬につながる高品質タンパク質単結晶作成に成功科学技術振興事業団2000年7月4日高品質タンパク質結晶生成プロジェクト第2回宇宙実験結果速報宇宙航空研究開発機構2003年11月19日ありがとうございます